にちは、シエルです。今回は夏のセールで T シャツを購入したので、そちらを紹介したいと思います。最近買い物行く時とか結構カジュアルなコーデが多くて、今日着ている T シャツは、こちらは、お友達のジュンナちゃんがプロデュースしているエトレ東京というブランドのもので、こちらのスキニーパンツもこれね、エトレ東京のものです。今日は上下エトレでコーディネートです。こちらの T シャツとスキニーはね、もうね2年以上前に買ったものなんだけど、ずっと気に入ってて結構着ています。それで今回ですね、 T シャツをねネットで購入しました。こちらネット通販のすずりさんのサイトで、夏のサマーセールみたいな感じで、そのセール時に購入しました。はい、というわけで今日は T シャツをねお見せしたいと思います。はい、1、2、3、はい、3枚購入したので全部白 T ですね。デザインは私がすごい大好きなイラストレーターさんかな、わかるさんがデザインしている T シャツを3枚購入しました。そう、はい、ではじゃあまず1枚目ね、わかるさんといえばのこちらのうさぎ T シャツ。はい、うさぎとクマ悩んだんだけどうさぎにしました。かわいいです。こちらねホワイトの T シャツで、ガールズの S サイズというものを購入しました。はぁ、かわいい、早く着たい。まずこちらがうさぎ T シャツ。わかるさんのツイッターすごい好きなんだけど、ほんとね癒しの塊って感じで、ここのうさぎも癒しだよね。まずこちらね、はい、1枚目。続きましてが熱い T シャツ。はい、夏にぴったりじゃない、毎日暑い。ここ数日の東京やばい。まあ東京だけじゃないか。今日37度とか。そう、もうほんと暑い。冷房なしで生きていけないぐらい。この T シャツを着てね、こう、暑いよね、お伝えしていきたいと思います。ね、暑い T シャツ。もう一枚。さっきの厚い T シャツも、ガールズの S サイズですね。3枚目は普通の S サイズのもの。こちら、はい、眠い T シャツです。もう最近暑いし眠いし、ということで。こちら眠い T シャツ。これも可愛い、癒し。眠い、もう寝る。こんな感じで購入しました。眠い T シャツと厚い T シャツありますけど、どちらがお好みでしょうかね、ちょっと悩んじゃうね。今回夏のセールということで、こちらの T シャツが1枚1000円引きだったかな。で、通常3000円のものがこちら2000円で購入できました。安いよね。1枚2000円で購入できたの。ラッキー。今回私が選んだのはそのわかるさんのね、デザインした T シャツで、ベースのこの T シャツのカラーはね、自分で選べるようになってるんだけど、今回はちょっと白 T の気分かなっていう感じで、全部まあホワイトのカラーを選びました。3枚購入しても6000円ぐらいですね。じゃあせっかくなので着てみよう。はい、ということで厚い T シャツを着てきました。サイズは私ガールズの S サイズでぴったりかなって感じです。日本の夏暑い。この T シャツ毎日着たよね。今回 T シャツのセールだったんで3枚購入したんですけれども、こういう白い T シャツには黒のねスキニーパンツを合わせて履くことが多くて、最近ね毎日のようにキャップかぶってるんですけど、お気に入りのキャップがこちらです。バーバリーのねキャップです。バーバリーのキャップで、ミニバッグもこちらバーバリーのものです。こんな感じのコーディネートかな。ポン。最近散歩行くときはもうこんな感じ、白 T に黒いスキニーパンツにキャップ、ミニバッグ肩にかけてお散歩みたいな感じ。はい、というわけでこの暑い夏はこちらの暑い T シャツを着て乗り越えたいと思います。これすごいヘビロテしそうだね。ほんといろんなカラーの T シャツ、ブラックとかも欲しかったんだけど、やっぱり白 T いいですよね。こちらのイラストレーター、イラストデザイナーのわかるさんがすごい好きで、そのツイッターいつも見てね、とっても面白くて、かなり癒し系のツイートだったりするんですけど、それにね、いつもなんか、グフフフって笑いながらね、癒されてるんですけど、そう、そんな、わかるさんのなんかアイテムっていうのかな、T シャツ以外にもいろいろあって、で、本当に私ね、夏のサンダルセールの時があったんですよ。そのサンダルセールの時に、このうさぎとクマのサンダルを買おうとしてたの。なんだけど、気がついたらセールが終わってて、ああと思って、そう。で、今回その T シャツセールになったから、もう T シャツは絶対買おうと思って、まあ、購入したんですけど、わかるさんのね、SNS、Twitter もね、すごいおすすめですし、あとはそのわかるさんのね、コラボグッズとか LINE スタンプとかもいろいろあるので、気になる方はチェックしてみてください。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。